こんにちは、神山店のウエンツです。では今日もバイクチェックをやっていきたいと思います。今日はこちらですね、クラストバイクのライトニングボルトの感知ブレーキバージョンですね。これは前セントさんが乗られてて、等身大のランドナーってご自身でおっしゃってたんですけど、それがすごい似合うバイクだなと思って、いわゆるランドナーバイクっていうようなちょっとカチッとした雰囲気から崩して組んでもかっこよくなるっていうのがすごいいいなって思います。まずはハンドルですかね。ちょっとこの大きいバッグで隠れちゃってるんですけど、まあシムワークスのゲットアラウンドバーっていうやつを選んでもらって、まあフラットバーですね、で組ましてもらってます。なんでかっていうと、この大きいバッグ、スイフトインダストリーとウルトラロマンスのファビオズチェストを使いたいということだったので、まあ、快適に使えるようにフラットバーで組ましてもらいました。これはちょっと前にあった日本限定の派手派手カラーですね。かなり大きいバッグなので、男性だったらどれぐらいだろう、数日間の旅行の荷物とか丸々入っちゃうんじゃないかなっていうぐらい大きなバッグになってます。でこのバッグちょっと大きいがゆえにタイヤと擦っちゃうことがあるので、一応ラックなしでも取り付けられるバッグなんですけど、フレームサイズとか、まあ、組み方によってはこういう下でラックをつけてあげて支えてあげるとより快適に使えると思います。でこのラックは一応ニットとリベンデルのコラボというか、リベンデルデザインのラックなんですけど、クラストバイクって、まあ、リベンデルを結構リスペクトしてるっていうところがあって、リベンデルのフレームにバッチリつくラックなんですけど、このクラストバイクのフレームにもバッチリ合うラックですね。このラックはこのステーの部分がもう溶接で角度と長さが決まっちゃってるタイプなんですけど、なのでダボの位置だったりとかによってつくつかないが分かれちゃうラックなんですけど、クラストにもバッチリつけられます。あとはタイヤですね。最近よく見ると思うんですけど、ウルトラダイナミックっていうタイヤで 650B サイズの 48B、まあ、このフレームはだいたいこのぐらいの太さがマックスだったと記憶してます。マウンテンバイクほどブロックがゴツゴツしてない、セミスリック、センタースリックなんてよく言うんですけど、まあ、街乗りも十分使えますし、ちょっとしたお出かけツーリングで砂利道走るとかも得意なタイヤですね。グレーのカラーがあるのが特徴的なタイヤなんですけど、今回はブラックとベージュのサイドスキンというモデルを選んでもらいました。で、等身大のランドナーっていう言葉をセントさんから借りたんですけど、まあ、いわゆるランドナーの古典的な組み方じゃなくて、今回はこう 1x11、 前のギアが1枚で後ろのギアが11枚、前回の僕のバイクチェックのストラグラーもそうだったんですけど、割と最近よく使う組み合わせの新しめなギアとの相性もいいフレームになっています。リベンデルとかは割とわざとちょっとクラシックな組み合わせで組んだ方がかっこよくなったりするんですけど、まあ、クラストバイクはそういう見た目のフレームだけどちょっと新しい規格のパーツを使うとか、そういうなんだろうな、コンビネーションというか組み合わせも似合うフレームが多いような印象がありますね。でこのライトニングボルトっていうフレームは、まあ、クラストの中でも割と軽くて速いバイクになっていて、確か体重制限があったような気がします。ちょっと軽いパイプを使っていて、もう他のフレームみたいにどんだけ荷物乗っけても大丈夫っていう感じではないので、その代わりちょっと軽くてキビキビ走るっていう印象がありますね。サドルはブルックスのスイフトっていうモデル、個人的に結構一番好きかなっていうモデルになってます。横側のこの部分ですね、革をわざとちょっと削ってすっきりしてる見た目をになっているのと、まあ、あとは細かいんですけどレールがシルバーっていうのも意外とポイント高いですね。でグリップはオレンジのちょっと派手派手なグリップなんですけど、 ESI っていうグリップでシリコン製のグリップになります。握り心地がすごくいいのと、シリコン製ゴムのグリップじゃないので、あの夏場紫外線とかでベタベタしにくいっていうメリットがあって、すごい個人的に好きなグリップですね。でこのフレーム、感知ブレーキ、リムブレーキを使ったモデルになっているので、ダイヤコンペのちょっとクラシカルな見た目の感知ブレーキを使わせてもらってます。で、感知ブレーキを使うときは、アウターを
ちょっと説明が難しいんですけど、ある程度の位置で固定しなきゃいけなくて、それをアウター受けとか言うんですけど、それもこの日東さんのアウター受けを使っていて、それが個人的にすごい好みですね。このスレッドステムの首の部分に固定できるアウター受けっていうのが、この見た目がすごい好きです。あとはレコード、カンパニョーロのヘッドセットを使ってるってところですかね。なんとなくこのフレームはカンパのヘッドセットが似合うかなって思ったんですけど、どうでしょう。先ほど 1x11、 前が1枚後ろが11枚の組み合わせで組んだって言ったんですけど、前のギアはスギノのクランクアームにウルフトゥースのチェーンリングを使ってますね。前が1枚のギアで組む場合は、こういうナローワイドっていうチェーンが外れにくいチェーンリングを使うことを強くおすすめしてます。後ろのギアはシマノの XT っていう、これはお持ちだった、すでにお客様が持っていたギアを持ってきてもらって組んでます。マウンテンバイク用のギアですね。マウンテンバイク用のギアを使うと大きいカセット、大きいギアが使えるので、すごい軽いギアが作れるので、山の中とかでも上り坂くるくる足を回して楽に登れるんじゃないかなと思います。こんな感じで、まあランドナーコンセプトのバイクなんだけど、ドロップハンドルじゃないし、 1x11 でちょっと最新のギアを使ってるしっていう感じの、そういうミックスした感じがクラストバイクにはよく似合うなと思うので、そういうのがうまくまとまった1台かなと思ってます。ではこんな感じでいかがでしょうか。ありがとうございました。